これが、今回使用するリベッターです。リベットを打つのに使います。空気で動きます。この、ハンドルを握ると、空気の力でリベットを打つことができます。でこちらが、リベットです。リベットを、リベッターに入れます。で今回は抜け防止のために、ワッシャーを入れてます。でこれを使って、このリベットを使って外装の樹脂板と鉄の各パイプのフレームですね、これを固定します。3、2、1